こんにちは。今日は、電気自動車の充電スポットのご紹介をしようと思います。今回ご紹介するのは、湖畔の里、福富、広島県東広島市福富町にあります、湖畔の里福富の、充電器です。こちらは、無料充電が2つあります。まずですね、急速充電器が、1つ見てみます。スタートします。これ充電器ですね。これが30キロワットの充電器がまず1個と、こちらが、普通充電ですね。普通200ボルトのやつが、1つあります。こちらは、24時間、365日、無給で利用できます。駐車場は2台、あります。普通と急速両方できるようになっております。こんな感じになります。はい、今回は、湖畔の里福富の、無料、充電器2台を紹介しました。以上です。